書籍としての紙としての面白さが出ないんだったら、やっぱりそのネット上というかその SNS 上でやるものと意味がないと思っていて、ただ単にプリントするんであれば、やっぱり俺本好きなので、やっぱり紙の良さというか、こう持って読む良さというかっていうものが出たらいいなとは。で、突き詰めるのに3年かかったっていうのと、まあでもちょうどよくて、その子供も卒業したので一区切りついたっていうので、はい、やっぱりそのどのお弁当を載せるとか、まあそのインスタの中では自分の日記のように使っていたので、日記のように、はい、どっちかっていったらその日の朝の愚痴であったり、はい、なんとなくこう、そうですね、だからやっぱどっちにしろちょっと日記に近かった、その何のストーリーを出したくて、あっちが、うん、どのお弁当を出したくてとか、それがまあ何ですか、その作品として匹敵するものがあればいいしっていうのに、まあ選ぶのに時間かけてもらって、あれですね、言葉が残るっすよね、あの SNS 上は調べ物は便利だし、ね、あこれいいななんて思うんすけど、やっぱあんま覚えてなくて、ただ自分が好きで買った本とか、はい、そういうものでこう何回も読み返してるものって多分なんか心にちゃんと残って置いてあるというか、だからそれは多分もう紙と画面で俺の中ではやっぱ全然違うので、大人が好きな弁当とやっぱ全然違う、特に小学校1年生ってまだ幼稚園生みたいなもんじゃないですか、その時に確かに煮物とかいらんわなと思って、自分なんか大人になってやっぱどっかで変わるので、まあ、大好きなものになるんですけどね、ホッとする味というか、はい、だから初めはもう本当に至って普通というか茶色いなんかあれだとする、まあ、で作っていく中でだんだんその、はい、あこうやって切ればいいんだとか、単純に、はい、あのおかずを埋めるんじゃなくて、一個ない色で埋めればいいんだってことが分かってきて、そうですね、卵焼きと例えばほうれん草のバター炒めみたいなのがあったら、あれ黄色と緑はあるから、あじゃあなんか人参しりしりでも入れようかなとか、トマトのちょっと切ってオリーブオイルとかって塩って集めても入れようかなとか、なんかその程度なんですけど、それでもなんかこうせっかくそのなんですかね、スペースを詰めちゃったらちょっともったいない、そこにじゃあ最後彩りを考えたら、多分一個カラフルになるという、結構2年生ぐらいの時むちゃむちゃスランプというか、全然食べてもらえないし、俺も発想がないし、でやっぱり2年生の時にそれこそネットでいろいろ調べて、でかわいく切ったりしてる人たちがたくさん、まだたくさんいたので、うん、その人たちからちょっとこうアイデアもらったりして、自分があれじゃないですか、面白がって続けれるかどうかじゃないですか、やっぱそれがこう苦痛になっていってしまっては、食べる方にも伝わっちゃうし、じゃあ綺麗なお弁当を作るでもいいし、なんか美味しそうなものを一個作ってみるとか、もちろん忙しいのでね、弁当なんか食べれればいいよっていうのにもう一つプラスするとやっぱこう、面白みが出るのかなとは思うんですけどね。いや普通に笑って突っ込んでもらう、別に褒められたくもないし、ただなんかこれがあったんだなって、あのこんな朝の30分があって、でそれを思い起こすことによって、俺は多分その今までの人生を振り返ることができて、ちょっと今なんていうんですかね、考え方が整ったのはこれのおかげなのかなっていう気はしますよね。